最初俺トムとジェリーかと思ったもん。トムとジェリー、ああ私スパイダーマンかと思った。あなるほどね。答えクレヨンしんちゃん。へえ、クレヨンなの。しん、そういうこと。昭和ちゃん。昭和、面白い。面白いな。面白い。え、これでクレヨンなの。そう。あ、これクレヨンなんだ。あ、なんかそう言われると見えてくる。いや、そう言われるとね、見えてきますね。見えるね。わあ、面白い。うわ、そうなんだ。そういうこと。クレヨンしんちゃん。すげーこれ。面白いです。なんかでも。なるほどってなる。なる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 。このクレヨンしんちゃん完全に幼稚園児じゃないです。幼稚園児じゃないね。完全もう大卒とか。大卒のちっちゃい方みたいな。大卒そうだよこれしんちゃん。さあ。大卒しんちゃん。続いていきますよ。続いて。はい。ダン。はい。ドン。おお、なんかすげえわかりやすそうですね。海底。海底。何これ。海底総動員っていう。俺も総動員。そう、海底何してんの。海底なんかあんのかな。海のお話。海で、海、なんかそうだよね、海っぽいよね。海のお話ですよね。動員。音を聞いてみる、うん、はい。海底总动员。お、音のヒントが全く全くない。動員。海底動員。しな、海底動員。ミニ、これは、はい、アニメ映画ですね。アニメ映画。映画です。映画。え？映画。映画です。わかった。ピンときた。わかった。じゃあちょっとまだ言わないで、ね。違うかな。さあ、みやぼうさん。海の。海のアニメ映画。映画。うん。はい。終わりました。いくよ。せーの。ポニョ。おお、ポニョ。アニメ映画。アニメ映画。映画館で海、ね、地底にいるなっていう、うん、正解はファインディングニモ。ああ、ニモ、ニモ、ニモですか。え、これファインディングも入ってるの。ここに来て日本以外に来たね。そう、日本、ね、確かに日本、日本で考え、日本で考えちゃった。確かにジブリだろうって言ってね。日本アニメ映画、この後ろ2文字かな、3文字かな、うん、が、うん、あの探す、見つけるっていう意味っぽい。ああ、ファインディング、そうのところっぽいよ。え、なんで海底が2文字。もうに、あのね、日本語直訳すると2文を見つけるって意味なんだって、うん、らしいっすね。あ、でも言われるとそうですね。そう言われるとなんかわかるよね。俺最初海猿とか出てきたもん。じゃあね、今ねちょっと難しかったんで、はい、簡単なの出します。お、オッケー、お願いします。超簡単。いや、めっちゃむずいよこれまでの。これまでのさ、もうむずすぎるだろ。アホぐらいじゃ簡単な、一旦出す。ドラゴンボール出せよ、ドラゴンボールみたいなやつ。ドラゴンボール。じゃあいきますよ。はい、じゃん。あ、これはね、あ、これ頑張ってしょ。え、その通りってことですよね。その通りやろ。行くよ、せーの、ナウシカ。正解です。これはね、でも風の谷、え、谷の読み方教えてほしい。なんて読むんだろう。フォンチークー。フォンチークーって。フォンチーク、ナウシカどこ行ったの。地名しか書いてねえぞ。ナウシカどこ行ったよこれ。無理やりこれで風の谷のナウシカっていう認識させてる。まあ向こうではそれをそう言うんだ。そうそうそう、感じなんだ。これ最後です、ね、これ正解しよう。ちょっとこれ正解して出します。ダン。また海出てきた。はあれ、これさっきも出てきました。この感じ違うか。虫と、あ、これはね違う、これ螺旋とか、そうそう、そういうのの感じ。螺旋岩のラダ。そう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 、ショーがね、さっきちゃん感があったよ。ちゃん感、クレヨンしんちゃんのちゃん感がね、ありましたね。ちっちゃいみたいな。ちょっと待って。でもそのヒントはね、もしかしたら良くないかもしれない。良くないヒントかもしれない、うん、あ、良くない。でもね、小さいってもしかしたらそのちゃんとかそういうさんとかそういう意味なのかもしれない。でもこれ海系でしょ、また。うん、海系でしょこれ。少年さん。これね、ちょっと聞いて、あのね、考え方と言ったら、はい、海で螺旋のものなんだろうってまず考えた方がいいかも。海で螺旋？竜巻じゃん。
え、そうなんか、そう、なんか渦の中に海に関するものだよ。タツノオトシゴ、タツノオトシゴアニメってなんかあったっけ。あの、これ私ね、ほぼ答えになっちゃうからこれ以上言えないんだよね。なるほどね。で、海の螺旋。え、主人公女の子ですか。そうだね、女の子だって。女性ですね。女性主人公は女性ですね。女性、何ハマってんだよ。で、国民的アニメです、これは。え、結構前ですか、古いですか。古い、代々、いや、放送されてるよ。代々放送されてる。もうあなたたちがちびっちゃい頃から放送されてる。海の、もうこれ以上私ヒント言えない。多分見てるジャンルが違う。え、わかりました。なんかこの前のゲームタイトルの時もそうだったんですけど、うん、字面でそのまま読んでいく時と意味考える時といろいろあるんですよ、パターン。はい、これは意味考えた方がいいです。そうですね、うん、あの、ほんと海で螺旋のものっていうのが最大のヒントな気がして、分かった、俺分かった。もう今言ったヒントは海に関するこの螺旋を描いた何かで、もうあなたたちが小さい頃からやっている国民的アニメ。我々っていうか父母世代もみんな、みんな見てる。でもじいちゃんばあちゃんも見てるよ。もうヒント言い過ぎ。もうこれ以上言ったら分かっちゃいますよね。ってことはジブリ、そんなアニメ1個しかない。ジブリとかじいちゃんばあちゃん知らないですよ、下手して。あ、そうなんですか、うん、マジ分かんない。うちのちょテレフォンしていいですか、親に。いや、これは絶対わかる。こんだけヒント言ったら。もうね、あの、テレフォンした。テレフォンしたよね、これ。親に、海って感じに、螺旋で。俺、ワンちゃん知らないかもしれない。絶対知ってるよ。絶対知ってる。絶対知ってる。あの、絶対見たことあります。あるよ。ほんと、冗談抜きで 95% ぐらい知ってる。うん。海の螺旋？もう、サイクル。もう、さらにまたヒント言っていい？もう答えてほしいから。週末、週末やってる、週末。週末？もうこれテレビ見ねえんだよな。ありがとうございます。そういう次元じゃない。そういう次元じゃないですね。あー、鈍いわ。え、あー、これ以上。じゃあもう大ヒント、うん、海が舞台じゃない、別に。なんだよ。海しかイメージなかったよ。いや、でも海、海が関係する人たちが登場すんのよ、まず。もう分かんねえ、マジで。そうだ、マジで分かんない。海に関する名前がついた人たちが動く、だからアニメだよ。もう答えだよ。毎週やってるし、週末やってるし。毎週末。こういうさ、こういう。あ、もう分かった。分かった。今分かりました。それだなって。ここまでいいんだったら。せーの、サザエさん。正解だよ。だいぶかかったな。いや、分かんねえよこれ。これ、うん、サザエさんだよ。海の、え、螺旋ってどういう意味？サザエ。サザエですね。あー、サザエってことか。そう、俺もなんか。そうか。で、サザエさんなんか少姉さん的。ほら、はいはい、お姉さん。そう、はいはいはい、少姉さんだわ。そう、お姉さんなのよ。いや、もう完全俺タイタニックとか出てきたもん。なアニメじゃねえなって。死んじゃねえよ。はい、ということで、むずい。何が分かったの？風の谷とドラゴンボール。ドラゴンボール。いや難しい。むずい。え、漢字だからって分かると思ってたけど。舐めてたわ。舐めてた。意外と。でも小川さんはどうでした今回？あ、でもゲームより難しかったかもしれない。あー、なるほど。あ、ゲームタイトルよりですか？難しい。ゲームタイトルだったんです。うん。いや、でも正直ね、これはね、すんなり分かってほしかったよ。いや、これすんなり分かったら逆にすごいと思う。うーん、すごいと思う。分かる。いや、ほんと、あのね、まあでも2人ともね、頑張って答えていただきました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。次回もね、またね、同じような種類でアニメのタイトルやら、はい、ゲームのタイトルやら、中国語。今日悔しいですね、これ。悔しい。ちょっとまたね、なんかリベンジしてほしい。はい。しっかりね、勉強してきてほしい、私は。はい。マジで。マジで。はい、ということで、ここまでご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。また中国語の問題出したいと思います。はい、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは、明日も。7時にお会いしましょう。いってらっしゃーい。いってらっしゃーい。